石谷春樹の小春日和。はい、どうもー。どうもー。はい、イエーイ、始まりましたね。第5回目でございます。はい、ゲストは木村昴さんでございます。どうもー、お邪魔いたします。はい、よろしくお願いいたします。いらっしゃいませ。ということで、はい、まずはコンセプトの方を説明させていただきます。お願いします。まだ右も左も分かりませんから。私、分かりました。この番組はですね、はい、僕のお部屋に遊びに来たあなたを、あなたをですね、あなたを、時にまったりやし、時にアクティブに楽しませるといったコンセプトでお送りしたいと思っている番組でございます。あ、そうですか。はい、素晴らしい。ということで、はい、一番最初にじゃあ皆さん、飲み物準備しましたか。まずはこちらの方。イエーイ、乾杯しましょう。キンキンだぜ。キンキンだぜ。間違いないでしょ。どうですか皆さん、もう今目の前にコーラがあるっていう人たちどれぐらいいるんですかね。やっぱコーラ、やっぱコーラ。間違いないでしょ。俺といえばでしょ。大圧がすごいって書かれてる。ごめんなさいごめんなさい、ちょっと静かにしますね。まずは開けますね。いい、開けてくれるの。あ、ありがとう。えっ、じゃあ、いやいいですか、いきます。じゃあ乾杯。乾杯。いただきまーす。あー、うまい。うまー。おいしいよね、コーラって。おいしい。なんでこんなおいしいのかね。あの、実はですね、うん、俺はスバルさんから聞いたんですけど、はい、缶のコーラとペットボトルのコーラと瓶のコーラって全部味が違うんで、味聞きができるっていう。そうなんだけどさ、はい、本当はね、そうなのよ、はい、本当はそうね、あのね、得意なのそれ、本当は本当は。ただね、はい、ちょっとね、ちょっと他番組で恐縮なんだけどさ、はい、あのね、実はね、ちょっとね、トライしたのよ。ほう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 。そういうのはね、やってみたのよ。はいはい。ほぼ当たってたんだけど、はい、あのね、缶と、はい、瓶の違いが分かんなくなってきちゃった。でもね、これね、あのね、違うんですよ。ほうほう。あの、コーラ好きどれくらいいます？違うの分かりますよね。コーラ好きな人、ノーって、ノーって、手挙げてみて、あって来てる。お圧と音割れって書いてある。本当、本当、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。でも、ノー、ああ、やっぱいる、ね、違うのよ。うん、あのね、これ、あの、容器も違えばさ、口当たりも違うのもそうなんだけどね、はいはい、あの、これ別にね、同じ容器で飲んでも若干ね、やっぱね、味違うのよ。あー、そうなのよ。だからそれをね、知ってほしい、この良さで。その中で、うん、私が思う一番美味しいコーラってのは、やっぱこのキンキンビンビンの、これ。キンキンビンビン、キンキンビンビンの、キンキンビンビンの。ごめんなさい。あの、22時ですから。キンキンに冷えた瓶って言おうと思ったら、はい、ごめんなさい。思わずキンキン瓶って言っちゃった。ごめんなさいね。キンキンの瓶なんですね。キンキンの冷えた瓶。あ、なるほど、なるほど。やっぱり、ね、一番美味しいですよ。いや、間違いないやつですよ。あとね、口当たりがいい、やっぱこの瓶っていうのが。これね、なんかね、いろんな説あるんだけど、はい、なんでこの、あの、瓶が一番美味しいかって言われてるのが、やっぱこの口当たりじゃないかって言われてるの。この、要はこの容器の。ああ、丸さというか。丸さ。ああ、はいはいはい。ガラスの。らしいよ。うめぇ。最高ですわ。ね。あと、なんかこう、おつまみとかあればね。いや、ほんとよ。あの、でも、後半までちょっと待っていただけたら。何、後半まで待っていただけたら。何、どういうこと。皆さんのところには多分、もうおつまみの方が目の前にあると思うんです。なんだと、コーラに一番合う食べ物って、はるちゃん的ナンバーワンは何。あー、なんだろうな、ホットドッグ。あー、わかる。ホットドッグは間違いない。ハンバーガーかホットドッグ。わかるよ。あとね、ポテチ。あ、わかります。フライドポテト。あ、フライドポテト間違いない。アメリカンドッグ。わー、めっちゃ食いたくなる。ケバブ。間違いない。だしょ、だしょ。だよね。だよね、でしょが今一緒だけど、だしょ。でもね、僕はね、やっぱね、うん、一番合う食べ物は、はい、ピザだと思ってる。あー、なるほど。このね、こピンポンってなりました。ピンポン、あ、ピンポン正解ってことね。正解。そうそうそう、本当ですよ、うん、一番合う。
間違いないすごい合う。あのしかも熱々、あ、分かるよ、熱々、熱々のトロトロ、これがねやっぱ一番いいんですよ。まあまあまあでもね、はい、